チもあります、アイスクリームもあります、サンドイッチもあります、フレッシュミントティーもあります、そしてコーヒーもあります。もうね、なんかフルーツのがあ、これこれこれがいいの、あ、じゃあ座ったままで大丈夫。こういう冷麺とか、そういうの、うん、焼肉はもうちょっと食べられないかもしれない。すごいな、おまけ。
Everything in the minibar here and in the right is a charger. Okay. ついてました。あら。おトイレもあるね。テーブルマウンテンです。マウンテンマウンテン。あれも。クラブロケーションステーキとしてか、うん、おお、素晴らしいね、ここも。あら、いつも開けるのが困っちゃう。うわー、素晴らしいですね。おWow.
9000本だ。
面白いこと。マンゴージュース。マンゴージュースに大量の乗せちゃった。美味しい？いただきます。ちゃんとしたもの。うん。本当だな。美味しい。これ素晴らしいね。景色も美味しい。私も見た。
大理石ですか。これは大理石。これは大理石用に見えるだけ。あ、こっちは。あ、こっちはセメント。あ、本当だ。昔の形ね。昔その時代作った。これは修復。修復。下、下は本物のマーブルなんですか。そう、本物。これマーブルは地元です。これ日本のビールの瓶。本当だ。日本国の名前は日本でしょ。うん、日本。これ見て。本当だ。見える？これ。日本書いてある。に E P P O N 書いてあるですね。上はビール。本当だ、ビア。ビール書いてあるですね。はい。特に天井に見て9匹の竜の絵があって、うん、その絵はベトナムの有名な画家によって足で描かれたそうです。手ではなくて足で描いた。そしてこの絵を描いたから1931年に完成した後から今まで一回も蜘蛛の巣が出ません、うん、どうして絵の方だけね蜘蛛の巣が出ないかまだわからない。この壁は蜘蛛の巣がある。でもその辺は全然蜘蛛の巣は出ない、うん、何が入って絵を描いたかわからないです。蜘蛛が嫌がる蜘蛛かなんかみたいなのが。これは普通の天井はよく蜘蛛の巣がある、うん、でもこの辺は全然がない。うわーすごい不思議。税金を上げたやつで全部作った。そうです。うわ、これは皇帝の墓。これ密室の台座の下、皇帝の板、埋葬されたと言われて、密室の台座は天。
近い大事なお祭り、こちらでお祝い、大事な祝刺繍屋さんとか行かないのかな。何時から結婚式？4時から8時まで4時間、うん、6時まではセレモニーで6時からレセプション、食事して多分3分後帰る。そうですね、すごい、あった刺繍の絵、これは刺繍の絵ですけど、これは多分刺繍の絵、うん、なんか描いたの、刺繍のある日本橋、日本橋、現代橋、綺麗、あ、ドラゴン橋、
Yeah.